ゴールキーパー児玉、後ろ3枚柳、二階堂、花房、アンカーの位置に中里、中盤インサイドにカルロス・アローヨと小島、ワイドに藤田と大島、前線2トップは茅沼、堂本と入っています。アウェー FC 琉球の11人です。ゴールキーパー今日は田口です。後ろ4バックは高安、森、牟田、福村、中盤に平松、富所、岡澤、白井、前線2枚はケルビンと清武です。まあ、この1週間で YSCC 横浜は星川圭監督を解任して、この倉貫監督の就任を発表しました。まあ、5月までは琉球で監督を務めていたという方です。まあ、いきなり古巣対戦ということになりました。まあ、サポーターの期待も厚くて、倉貫 YS いざ浮上開始とバナーも出ております。小島のフリックは琉球カットしてカウンターです。逆サイドは清武呼んでいます。そこにボールが通った。さあ清武打った、奪ってから即縦へ。カウンターの鋭さを一つ見せてきました。真ん中に落としてきました。ヘッド、茅沼ヘッドで先制 YSCC 横浜。前半の10分です。まあ、これで今季琉球相手には2試合連続ゴールということになりました。茅沼です。スペースに走ったアローヨ、これが通った。アローヨ、アローヨ打つ、打ち止めています。大きいストライドでさすがの抜け出しでしたけれども、最後はキーパーの田口に阻まれました。まあ、右腕は自分で動かしてますけれども、やはり左の腕が自分では動かせません。ちょっとアローヨの続行は難しくなりました。から狙ってきた、ポストに当たっていたでしょうか。清武です。素晴らしいシュートでした。中に戻して佐藤です。佐藤からパスにした、堂本が来た、一瞬の崩しでした。キーパーからのリスタートの流れです。佐藤から堂本、佐藤が起点になります。それを拾った古賀、そして堂本、堂本カットイン、堂本、堂本打った、隅を狙ったでしょうか。中里からくさび、堂本、佐藤に入った、佐藤が左足、際どいシュートでした。結構右から攻め込まれるシーンというのもいくつかありましたから、そこへの処置です。いいボール、野田ハンドですか。サイドの奥でキープをしに行きます。ここで試合終了です。 YSCC 横浜、倉貫監督の初陣勝利をしました。チームとしてはリーグ戦5試合ぶりの勝利、就任早々のこの古巣との対戦、結果がついてきました。